はい、どうもこんにちは、ボレです。今回はようやく、トレジャーボックスを開けていこうと思います。本来は、100レベルを超えて50個ぐらいで開けようとは思っていたんですけれども、ちょっと伸び伸びになってしまって、今110個あります。で、現在のヒーローギャラリーの状況が、こちらで、自分トレジャーボックス意識して開けてないんで、よくわからんんですけど、この青が、ノーマル、赤がレア、黄色がスーパーレアみたいな感じなんですかね。で、一応現在の状況としては、トレジャーボックス全部で110個ありまして、42個がサマーボックス、68個が、ノーマルの、トレジャーボックスですね、という状況になってます。それでは、キリが悪いんですけれども、110個開けていきましょう。まずはこちらのノーマルの方から。青が2個続けていきます。お、早速レジェンダリー、これスーパーレアですよね。が1個出ましたね。結構この白っていうのが出やすいんですかね。今のところ青は必ず1個入っていて、それ以外が白っていう感じで、今度は紫出ましたね。これがレア。どんどん連続して開けていきましょう。だいたいこの白3個青1個っていうのがもうデフォルトの状態かな。どんどん上げていきます。これいくらだろう。150円。紫が3個に1回ぐらい出てくるぐらいかな。確かにこれレアなスキン持ってる人は本当に運が良かったのかも。3桁時間ぶりぐらいにちょっと開けるので、可能性が全然分からん、確率が全然分からんですね。今これで18個目。18個中開けて、スーパーレアレジェンダリーですっけ、それが1個ですね。残りの50個開けていきます。お、出た。でもメインなんだよね。何個目だ。20個開けて2個。10分の2で変更なし。青はほぼ出るんだけどな。お、紫が2個は初めてやないか。あ、間違えた。あれれ。28個目。
お、出た。マクリスーパーレアトレア。今29個開けて3つ目。30個目。31個目。32個目。33個目。34個目。35個目。お、出た。35個目で、4個目だな。35個目で4つ目の、スーパーレア。36個目。37。おっとっと。38。39。40。41。出た。41で。41で5つ目なんですけど、これ500円。紫ぐらいのレベルでいいような気がするけどな。あ、忘れてしまった。43個目。44個目。今から44個目か。44個目。45個目。46個目。お、出た。46個目で6つ目。46で6つ目。数を数え間違えてる気がする。まあ、このままちょっとそのまま開けていきます。ここで50個目かな。51。52個。53個。54個。55個。56個。57個。58個。59個。60個。なかなか出ないですね。60個。出た。ウィンストン、61個で、おそらく61個で、7つ目。62。
63個目。64個目。65。なんかおかしい。66。いやもう7だなこれ。おそらく67。これ67で最後の68が次。これ最後。ノンマルのボックスが最後で狙い。で、68個開けた状態で、レジェンダリーが出たのが、レジェンダリー？スーパーレアが出たのが7つ。68分の7。いくらだっけ？スーパーレアの確率は約 10.3% ぐらいですかね。ヒーローギャラリーの状況がこちら。続いて、サマーボックスを開けていきます。それでは残り42個いきましょう。3個目出た。間違えた。ザリア。4個目。5個目。6個目。7個目。出た。確率よくない？出た。なんかルシオが出た。2個。7箱目で2個。2つ目。セレスト8。9。10。出た。10で3つ目。3分の1。11個目。12個目。残り30個。出た。13個目だっけ。13個目。13個目で、トレーサーのトラックフィールド。13個目。3個目だっけ。4個目じゃね。まあいいや。次14個目。15個目。16個目。17個目。18個目。19個目。出た。出やすいな。アナ。多分何個目や。5かな。19個目で、おそらく5。でも、ちょっとでよかった。20個目。21個目。22個目。23個目。24個目。もうそろそろ出てもいいんだけどな。来ない。24個目。25個目。
26個目。27個目。28個目。29個目。出ないなぁ。30個目。残り12個。前半は3倍ぐらい出てたのにな。32個目出た。え、これかぶってね。32個で、6個目、32個で、6つ目のフェスバレア。33個目、出た。連続、しかもまたかぶりですか。33個目で7つ目。なかなか厳しいなぁ。もうちょっとバリエーションあるはずなんだけど。34個目、35個目。出た。この被りの多さ。35個目で、7つ目、8つ目か。36個目。37個目。38個目。39個目。40個目。出た。あった。500円なんだよ、これ確か。あ、500円だ。え、39個目って言ったっけ？今40個目じゃない？おそらく40個目。で、これ41。連続で出るのはいいんだけど、マクリー。でもアメリカンじゃないんだな。2個目。ラスト。42個目開けます。42個中、9つ。9個が、スーパーレア。なので、約 21.4% ですね。サマーボックスの方は。大体の確率がこれくらいみたいです。で、全部終わった、110個開けた状況でのヒーローギャラリーがこちら。源氏の日本スキン、出すなって言われたので、出なかった一応、出なくて一応良かったですかね。個人的にはルシオ。なんだっけ、スキン。出したかったんですけど、ちょっと出なかったので、また次回ですね、まとめて開けていこうと思います。それでは次回も100個で開けていこうと思うので、また貯めていきます。